さあ、この後は我が校の秘密の研究室からパフューム研究が登場。やっぱ以前ね、あの、はい、チョコラ BB の CM ね、そんなお疲れモーニングにも ね、 あの、ノッチテポロ、あーちゃんの、はい、あの脱力の仕方はね、俺、どうしても、その、にやけちゃう。ノッチも相当脱力してますけどね。そうだね、でも、あーちゃんのあの脱力の感じがね、脱力っていう時点で調べたらね、あのあーちゃんの顔が出てくるんじゃないかっていうぐらいの。今度から載せてもらいましょう、それをね。たまりません。さあ、今夜はパフュームの最新情報について研究していきますよ。パフュームロックス。掲示板を研究せよ。今日からスクールオブロック全体の掲示板が新しくなりました。もちろんね、あのパフューム掲示板の方も新しくなってます。わ、はい、新掲示板になったのを記念して、うん、私たちパフュームもパフューム掲示板に書き込みをしてみましょう。わ、いいね、楽しい。書き込みするの、うん、でも掲示板ってさ、何書き込んだらいいんだろうね。私たちが慣れてない。そうか。足湯がロックインジャパンの感想。お題もらえるんだ。指名された、ね、指名された。書き込みだよ、書き込み。ロッキンジャパンの初日に出演しました、うん、2年ぶりの新しい、うん、2年ぶりのジャパンはすごく緊張してステージも大きくて、あれアウェーかなと思ったけど、最終的にはお客さんの盛り上がりにすごく助けられてめっちゃ楽しかったです。夏休みの日記みたいになっちゃった。いや緊張したよ、本当に。行きました。マジ緊張した。すごい緊張した。びっくりした。あんな広かったんだね、って思った。でもなんか ね、去年から広くなったんだって。あ、そうだ。ステージも広くなって、客席も広くしたんだって。そうだった、うん、だからそのお客さん、見てるお客さんの数も増えてる。立ってる方もさ、広いなって思ってさ、思ってた。2年ぶりじゃけん感覚がもう、ダメになっちゃってたんだわって。大きいステージにもう慣れない自分たちになっちゃってた、アメリカ行ってる間に、とか、うん、そういうふうに思ってたけど、うん、じゃなかったらしい。そんなことないんだって。そうなんだ。なんかすごい月日を感じたんですよ。そうね、2年間のね、2年という。でもまあその間にね、私たちもいろんなことさせてもらってましたから、ね、うん、ジャパンさんも進化してるってことなんだなと思うと、うん、やっぱ日本ですからね、日本のイベントですから、うん、嬉しいなっていう気持ちもあって。はい、あーちゃん、うん、パパ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 デイ4について。あ、デイ4について。あーちゃん、あ、そうですね、あのパフュームアニバーサリー 10days2015 パパ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 の4日目、詳細が発表されました。はい、これは PTA の会員限定なんですけれども、10月31日から全国劇場にて公開される We are Perfume ワールドツアー3rd ドキュメントの先行プレミアム上映会になります。そうなんです。はい、 Day4 は9月25日になるんですけど、これだったんですね、うん、そう、もうこれはこれはマジでずっとつつ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 タイ見てほしい。びっくり。うちらのほんまもんの姿おやで。あー、いいね、気になるわ。うん、これちょっと見てほしいですね。もう裏側をもう確かにまんま出してますし、うん、もうここでもちょっと言いましたけれども、うん、あのすっぴんもいろいろ出てますね。今までのね、メイキングとは違う裏側って感じだよね、制作って感じの、リハギのヤバさね。ああ、もうそれいけ。あれだけはやっぱちょっと振り返っても、ちょっとやっときゃよかったなみたいなのあるんですけど、ちょっとこれだけ言っとくと、そのアメリカ公演を行く前に視察行ったんですよ、うん、でその時にラスベガスに行かせてもらってショーを見たんですけど、そのラスベガスで作った、みんなで作った T シャツがあって、記念撮影してね、ラスベガスって書いてある、うん、Welcome to Las Vegas みたいなことの、うん、あのイエーイみたいなやつを撮って T シャツにしたんですよ。なんかブルーバックで撮るようなやつね。そうそう、あの結局はね、合成なんですけどもそれを着てリハーサルしてます。はい、だからそれを着てあのリハをやるってことが一つ夢だったんですね、うん、本当に来れたよっていうこと、うんうんうん、それあのこれ収まってますね。はい、ぜひ見ていただきたいと思います。ノッチ、お、はい、特になし。え、ないのかい。指定なし。ないんだって。え、じゃあ自由でってことでしょ。うん、何か枠ないんだよ。いいな。うん、初めて書き込みします。一番好きな曲はピックミーアップです。びっくりびっくり。よろしくお願いします。つまんねです
スください。School of Rock, ladies and gentlemen, boys and girls, Perfume Locks, starring Perfume。皆さん、こんばんは。カシユカです。のちです。あーちゃんです。3人合わせて、Perfume です。よろしくお願いします。東京都14歳女の子、ラジオネーム、かなやん。かなやん。かなやん。ニューシングル来たー来たー今年の第2弾シングル、スタートレイン来たーシングルがこんなに早いペースで出るなんて、さすがアニバーサリーイヤー。そうか。そういう感覚なの。もう秋がすごい楽しみです。嬉しい。確かにね、去年とかクリンクリン1枚だったから。あー、そういうことか。そういうことなんじゃない。そうね、秋リリース決定しました。はい、うん、ニューシングルスタートレインという曲です。うん、これはあの10月31日から全国劇場公開になるドキュメンタリー映画 We Are Perfume ワールドツアーサードドキュメントの主題歌になっています。はい、この楽曲はね、うんうん、今までになかった曲ですね。そうね、うん、すっごい広いところで歌ってるイメージ、うん、とみんながいて成り立つ楽曲、うん、な気もする。中田さんからさコメントもらったじゃん。もらった。珍しくさ、うん、それも本当に感動したし素敵だったね、うん、僕たちは何も変わってません。うん、最高すごいよね、うん、コメントくれるってなかなかないよね、うん、だから私たちのことを本当に考えて思って書いてくれた曲なので、うん、あの聞いた時本当に涙が出たし、そう、早くみんなにも聞いてほしい。早く共有したいですね。そうだね、もう本当聞いてもらえる日を楽しみにしてます。共感し合おうね。ラジオネームオレオレからの依頼。ノッチが免許を取った記念、3人の夏のドライブソングを研究せよ。うん、そうよ、ノッチ車の免許取ったからさ。そうじゃん、ノッチが運転して3人でドライブ行けるんだよ。あ、3人で。うん、ほんまだね。行っちゃ、行こうよ。え、行っちゃ、え、ちょっと心配だけどね、うん、ちょっと心配なとこはあるけど。じゃあ、うん、今回は、うん、海を目指すバーチャルなドライブを曲とともにお届けしましょう、うん、いや、めっちゃ読んだやん、いいね、今ねえ、どうした台本の、ごめん、場所ももう分かってないの。3ページの下からね、今4ページに来るよ、ね、今までどうしてた逆にお願いします。あ、エンジン、あ、エンジンかかったけ、かかった、あ、かかった、かかった、乗った、みんな、え、どうした、どうした、乗った乗れた、うん、ドア閉めた、うん、閉めた、シーベルトした、シーベルトシーベルトって何、ちょっと気持ちが流行っちゃったな。あ、ちょっと待って、エンジンはかかって、エンジンかかってこれから海を目指します。なんか車運転すると人変わるタイプかななんかさ、じゃあテンション上がるさ、アッパーになっちゃうね、アッパー系の意外だね。 曲かけてくんない、曲、あ、曲かけていいの、じゃあ DJ やっちゃっていい、お願いします。マジ？ OK です。じゃあまずはやっぱ出発ですから、うん、まずちょっとやっぱこういうのから、何これ、やっぱエドシーランにギターかき鳴らしてもらおうかなと思って。じゃあ出発するよ。はい、あ、最高、この曲ちょっと熱い夏の感じするわ。ありがとう、海目指すよ。ちょっとやっぱり少し旅まで行きたいんだけれども、うん、歌ってくれるかい。いいね、いいよ。セイングの後歌ってほしいんですけども、あれなんかちょっと渋滞し始めちゃったな。ちょっと待って、最初にまだ聴きたい曲あるんだけどな。 OK、 じゃあ止めてるよ。え、じゃあ行っていい。うん、まだ渋滞しない方がいい、うん、出発の時に聴きたい曲まだある、分かった、じゃあもうちょっとだけ出発待とうか。待って、うん、今まだ走り出したばかりでしょ。あー、最高、もう夏始まるでしょ、夏の楽園ベイベー。違う、ソンペの方あ、そっちか、ちょっと見てる、ごめんごめん、もう気分こう夏になっちゃってて、ごめん、ね、プライベートビーチの方、少し前のやつね。いい、ただただ思い出、君と初めて会ったのいつだっけ、君が好きになったのいつだっけ、今の夏そんなんどうだっていい、君といるだけで超ハッピー。10年前ぐらいの青春の全て、楽しい、このアルバムに詰まってます、超楽しい、あったったかいよ、キスソグ、キスミ、キスソグ、最高、マジで最高、もう大好きが惜しくて、わかるよ、じゃあほら、でもそれは夏でしょ、出発した、した、ちょっと渋滞し始めちゃったな。あら、そう、どうしよう、なんかこう渋滞の気分転換になるみたいな曲がいいな、そろそろ気分転換ね、うん、
あ、じゃあさあ、見出し最近ハマってる曲言ってもいい？あ、いいよいいよ。見かけ、これ行きましょうよ。散ってくかなったに。あ、いいね、最後アリアナちゃんアリアナちゃん最高。アリアナ上がる。楽しそうだな、曲選ぶの。これはもう10回もね、全然楽しい。アリアナ顔芸なんだろうけど顔見れないや。前見て前見て、のちは前見て。言ってないから。もう好きすぎて裏行っちゃった。踊りたいけど踊れない。次次。なーねー。苦しい。高いね。マジ最高。マジ最高。いやこれはさ、楽しい。車止まってても楽しいよね。マジで上がるわ。やっぱだからここで、うん、一つやっぱりちょっとこう歌いたいよねみたいなところで。うん、だいぶ気分転換にはなったよ。ちゃ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 。まだか気持ちしてっちゃうと思うんですまた感想を出してください。あなたに恋をしてみました。何でもできそうな力が湧くのは、それは恋の魔法ね。どうしていやまだまだ早い運転ちょっとお願いよ。あ、ごめん。そろそろほら渋滞が解消。あ、解消してきたね。いいね。じゃあなんかもうちょっとこうぐんぐん行くよみたいな、あ、ぐんぐん今の感じのノリの曲欲しいな。ぐんぐんね。すっげー楽しそう。曲選ぶの最高、超楽しい。楽しいのよ。楽しそう。あ、ちょっとやってしちゃうよ。行って行って。アイコン持って。あ、なになに、ここやっぱりちょっと一旦3オクターブ行きたいと思います。なになに、誰だっけこれ。アイユーちゃんです。アイユーさん。サビいきますか。あ、なんか、あ、そういう、そうね、時間もあんまりないけどね。聞きたいとこだけ聞こう。これ聞きたいんだけどさ、いい？ちょうだいちょうだい。いくよ。わあ！最高。いいな。上がるよ。マジ最高。ちょっと待って、スピード出しすぎ注意ね。わかった。上げないでよ。ほどほどに上げるわ。ほどほどに。かわゆか。歌って。アクターズの時歌ってたね。後ろで踊るよ。ああ。パドブレ来るよ。
もうね、あとね、このカーブ曲がったら海って感じになるんで、カーブ曲がった瞬間に曲かけて。そういける？あった、あったよ。いける？いくよ。うん、海が見えたということで海に到着しました。楽しい。最高だね。なんか酔っ払ってんのかなっていう感じでしたけど。楽しいわ。最高。いいね。全然苦じゃなかったよ、運転が。全然苦じゃないね。うん、苦じゃない。じゃあ運転が、うん、あ、運転が、ね、長くね、時間もちょっとかかったからね。そうだね、うん、ドライブでハンドル離した時焦ったけどね。ちょっと怖いよ本当に。どこでクラップしてんだろうって思って。びっくりする。ピアノとか弾かないで。いやもうごめん、これはしょうがない。え、あれ校長どうしたんですか。校長どうしたんですか。校長、あ、校長、え、汗だくじゃないですか。どうしたんですか。トランク入ってたから。え、ちょっと、え、死ぬかと思った。パフューム研究所の車のトランク入ってたんですか。いや、それは忍び込むじゃん。いや、何してんすか。あ、途中で何こっそり入っちゃってんすか。あ、一応俺の12リットルのペットボトル持ってったらよかったけど、はい、いやいや、お湯になってるでしょ。お湯よ、途中で。音もさ、曲もめっちゃ良かったんだけど。いやいや、良かったですよ。宇多田ヒカルとかさ、金村先生とかさ、かかってきましたね。時折爆音だからビンビンに響いちゃって耳あんまり知らなかった。いやいや、なんでトラックが怖いよ。太鼓だったね。いやいや、めっちゃ良かったですね。良かったね。いや、今頃布団でこう天井を眺めてる生徒も一緒にドライブした感じになったと思いますよ。あ、そうだね、本当にね。あ、みんな真似すんなよ。トランク入るもんじゃねえかな。真似しないでしょ普通。あと、あのあれだよ、もうあのパフィーム掲示板にも3人の、はい、あの書き込みももう上がっててさ。はいはい、はい、さらにあのスタンプもさ、はい、やっぱもうすごいね。うん、数も半端じゃない数っていうのみんな押してくれてて、ね、ありがとうみんな。よかったら改めてノッチとカシュカタアーちゃんの、はい、確認してみて。まっすぐだよ。やばいよ。何回俺車の中の3人にね、ね、いやいや、もう無理ね、曲に合わせて、もう無理ねってもう言いかけたからよ。あ、よかった。あ、内緒だ、内緒、フィ内緒だ。いや、内緒って言ったら掲示板に書き込むなよ。絶対トランクを折り立ったことな。みんな書け、もう書け、伝えた方がいい。明日のこの時間は我が校の社会の講師クリープハイブ先生が登場。ねえねえ言うな、みんなダメだぞ。クリープロックス。スクールオブロック。